海上自衛隊潜水艦に VSL 搭載を目指して計画が始動している中、三菱重工へ正式にスタンドオフミサイルの量産化を契約しました。今回は潜水艦型スタンドオフミサイルで533ミリ魚雷発射艦から運用可能なミサイルも開発しているのか詳しく見ていきますね。2023年4月11日、日本の防衛省は、今後の安全保障政策の中核と位置づけている、長距離からの攻撃が可能なミサイル、スタンドオフミサイルとして、4種類の契約を三菱重工業者と交わしたことを公表した。こうしたスタンドオフミサイルは、敵の迎撃ミサイル等の射程距離外から、攻撃を可能とすることを基として、配備を進めようとしているもので、近年、富に、迎撃ミサイルの射程距離が伸びていることに対抗するものだ。政治的には、その長射程差ゆえに、スタンドオフミサイルは、かつての敵基地攻撃能力と呼ばれていた攻撃的な兵器だと反対する勢力からの批判にさらされているが、友軍の発射母体の安全を保つ上で、今後は必須と言えよう。今回の4種類のスタンドオフミサイルとは、1潜水艦から発射する誘導弾の開発、2に意識地対艦誘導弾の能力向上型の地発型の量産、3に意識地対艦誘導弾の能力向上型の艦発型、空発型、及び射程の延伸、3島嶼防衛用高速滑空弾の量産となっている。内容を見れば、2に意識地対艦誘導弾の能力向上型の地発型と4の島嶼防衛用高速滑空弾がこれまでに開発したものを量産化するとの契約であり、前者が約1734億円、後者が約1194億円とされ、2026年度から2027年度にかけて納入の予定である。3の人に意識地対艦誘導弾の能力向上型の艦発型、空発型、及び射程の延伸とは、現状装輪式の車両に搭載して運用される地発型を、艦艇や航空機への搭載を可能にし、かつ、約 1000km とされる射程距離を、さらに 500km ほど延伸する継続開発だ。これは、2027年度までの開発費用として、約269億円が投じられることとなっており、国産のスタンドオフミサイルの代名詞的な存在となっている人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型を陸海空のプラットフォームへと多層化させる。そして、残る1の潜水艦から発射する誘導弾の開発についてであるが、2023年度から2027年度までの5年間をかけて、約584億円をかけて開発が行われる契約となっており、このミサイルは潜水艦の 533mm 魚雷発射艦から運用されるものとなる。日本の潜水艦での長距離攻撃用ミサイルといえば、これまでに保有していない VLS、垂直発射艦を装備する準備として、それを搭載する実験艦の建造も決まっているが、今回のものは、既存艦もすべて完備している 533mm 魚雷発射艦を活用する形式だ。ただし、潜水艦への VLS、垂直発射艦搭載にせよ、既存の 533mm 魚雷発射艦の活用にせよ、それらからスタンドオフミサイルを運用する方針は、すでに昨年2022年末に、令和4年の事前の事業評価で明言されていた内容となっている。兵装としては、同じようなスタンドオフミサイルを運用する潜水艦を、VLS、垂直発射艦の装備のものと、533mm 魚雷発射艦のものと、両者を並行して進めていくこととしているのは、多分に、機関と汎用性による判断だと思われる。現状は、6門の 533mm 魚雷発射艦を重兵装として装備する形式の
攻撃型の通常動力型潜水艦しか保有、運用を行っていない海上自衛隊からしてみれば、VLS、垂直発射艦の開発と搭載には、今、しばらくの時間が必要となることは、想像に難くない。海中に先行した、状態の潜水艦の VLS、垂直発射艦から、ミサイルを発射するには、コールドローンチと呼称されている、発射技術の確立が必須であり、また、潜水艦自体にも、どの程度の数を装備するのかを確定させる必要がある。アメリカ海軍の攻撃型の原子力潜水艦として、現行型のバージニア級は、日本の通常動力型の潜水艦のほぼ倍近い水中排水量7800トンもあるため、背面に12機ものトマホーク巡航ミサイル専用の VLS、垂直発射艦を搭載している。バージニア級クラスの大きさの潜水艦を通常動力型として建造することも、物理的には不可能とは言えないかもしれないが、水中での速度や機動性を勘案するならば、現実的とは思えず、もっと小型になると考えられる。そうした設計だけを考えても、VLS、垂直発射艦を搭載した潜水艦の実用化までには、かなり長い期間を想定しておく必要があり、今後の安全保障環境を見据えた上で、このタイミングでの着手と見るべきだろう。そうした潜水艦への VLS、垂直発射艦の搭載と比べれば、現行の既存の日本の潜水艦において、すべての艦に標準装備されている 533mm 魚雷発射艦を活用し、そこからスタンドオフミサイルを運用することは、比較的にはハードルは低い。海上自衛隊の潜水艦隊は、すでに昨年2022年3月に、かつての中期防衛力整備で定められた22隻体制の定数を満たしており、古い順に、親潮型9隻、双竜型12隻、太平洋型1隻が実戦配備されている。これらすべては通常動力型の潜水艦であり、細かな機関構成に変遷は、あるもののディーゼルエレクトリック方式を採用しており、前述したように、その主兵装は、艦首部分に装備した6門の 533mm 魚雷発射艦である。現行のこれら、海上自衛隊の潜水艦隊は、その 533mm 魚雷発射艦からは、地球式、または18式超魚雷によって、対艦、対潜攻撃を、さらに、アメリカ製のハープーン巡航ミサイルブロック2による対艦、および、対地攻撃能力が付与されている。現行のハープーン巡航ミサイルブロック2でも、対艦攻撃以外に、対地攻撃も行える仕様ではあるが、その最大射的距離は 250km 弱と召されており、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型等に比すれば、はるかに短射程だ。すでに、量産化が、今回の防衛省と、三菱重工業者との契約によって進められることとなった人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の自発型だが、このミサイル本体は、そのままでは、533mm 魚雷発射艦から射出することはできない。そのため、今後の 533mm 魚雷発射艦から運用を行うスタンドオフミサイルは、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の専用バージョンとして、ミサイル本体をスリム化させる方向で開発が行われるのだろうと、個人的には感じている。アメリカ海軍のバージニア級等と異なり、イギリス海軍の攻撃型原子力潜水艦である、アスチュート級は、533mm 魚雷発射艦から運用する形式のトマホーク巡航ミサイルを装備しており、こうした前例が存在している。日本でもアメリカからトマホーク巡航ミサイルを調達して、
イージス護衛艦への配備を行うことが検討されているが、であれば、潜水艦用にも、イギリス海軍のアスチュート級が搭載する同ミサイルの調達が、早道のように移るかもしれない。しかし、アスチュート級が搭載している、形式のトマホーク巡航ミサイルは、すでに生産ラインが閉鎖されており、その新規の入手は、現状では不可能であるため、日本としては、国産のミサイルを開発するしか方法がない状態だ。また、日本が潜水艦の 533mm 魚雷発射艦からスタンドオフミサイルを運用する目的は、主として南西諸島に接近してくる中国海軍の艦艇の排除にあり、政治的に言う敵基地攻撃能力のような対地攻撃を前提にはしていない。従来まで派日本が持つ追艦攻撃の主軸は、航空自衛隊の F2 戦闘機が装備する空対艦ミサイルとなっていたが、今後は、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のように、飛躍的に射程距離を延伸したミサイルを、様々なプラットフォームから運用することになる。こうした各種のスタンドオフミサイルの開発や量産化が行われる背景には、2023年度から大幅に増額される防衛予算があってこそだが、それが政治的に承認された主要因に、ロシア・ウクライナ戦争があることを思うと、複雑な気分ではある。